チーゲーミング。皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。マーチーは YouTube を始めて2年半、今回最大にやらかしたと思っております。昨日の動画でですね、ネイジーが多くのゲームで出禁を食らっているという動画を作らせていただきました。そこでですね、まあかいつまんで言えば、私どもは何もしてないと、ただただひたすら出禁を食らったんじゃないかと、そんなような旨の動画を作らせていただきました。ですが皆様、とても頭のいい方々が多くてですね、いろいろなコメントで、マーチンさん年齢確認してみということでお話をいただきまして、ちょっとそちら見ていこうかなって思っております。それでは行ってみましょう。ネイジーアカウントでログインしております。問題の年齢の確認をしていきたいと思います。設定から入り、保護者コントロールを見ます。許可された、許可されたバーチャル空間、全年齢対象になっております。え、なんで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 、え、なんで17歳以上になってないんだ。これをさ、17歳以上にします。だってネイジーは大人じゃん。え、なんか暗証番号って言われた。ネイジー、暗証番号何？入れました。2段階認証できた、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 できた。待って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 、すごい厳重じゃん。ここ厳重だわ。今めっちゃ厳重だった。え、なんでここ全年齢対象にしてたんだろう。まあまあまあ、とにかく、まあとにかく、じゃあこれでまずはロブロックスコネクト入れるか見てみたいと思います。ロブロックスコネクト行きます。まあ出落ち感半端ないけど見てみるね。いきます。なんで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 、違う、待って、このクラウドブロックスじゃない、これじゃないんだよ。入れなかったやつ、こっちこっち、これでしょ。入れなかったの、こっち。いくね、3、2、1、5。大人なわけだからさ、保護者コントロールなんて絶対押さないわけ、ここ触んないわけでさ、この許可されたバーチャル空間なんて絶対触んない。だってあたいたちが保護者なんだもん。自分たちが保護者だから絶対ここ触んないの。なんで、え、全年齢対象には勝手になるの。なるやんけ。え、これ、え、あ、どういうこと、これ年齢を上げるとむずいわけ。あー、できた。あ、なに、急に急に自由自在になるやん、ここ。なに、なんでなんで、え、絶対触ってない。さっきさ、だっていっぱいさ、いっぱい認証あったじゃん。え、マジで言ってる、これネイジー触ったってこと、絶対触ってないと思うよ。ネイジー、ね、このさ、許可されたバーチャル空間って触った？これ設定、あ、触ってないよね。でもなんか勝手に変わってたみたいだよ。あ、ね、これもう罠、これはもうちょ、ロブロックスさんの罠、罠としか言いようがない。触ってないのに全年齢対象になってたんだって信じてください。本当にやらかした、やらかした、やらかした。ここの年齢が違ってただけで入れない、入れない。大騒ぎして恥ずかしい。この動画はマーチーのくせに半日で 1.5 万回も回ってしまいました。過去最高に成績の良い動画が過去最高の黒歴史動画となってしまいました。本当にありがとうございます。そして今回ですね、こちらをお詫びするために罰ゲームをしていきたいと思います。
とりあえずネイジーとホラーゲームをやっていきたいと思います。3万ドルを盗むって書いてあるから金をとにかく盗もう。こんなんだっけ。こういうのは開けっぱなしにしとくんだよ。見たか見てないか分かんないだろう。なるほど。とにかくだな、お前。ネイジーのさ、双子みたいな人がいるよ。全然似てないよ。似てるよ。うわ、びっくりした。お前かよ。マジ、マネキンに囲まれてるよ。あ、見てる、こっち。あ、こっち見た。あ、鍵だ。やった。え、後ろに、廊下。どっからどこ、どの部屋からどこ。こっち左見ろよ、左。おお、いたいた。うわ、もうなんだよ、もう。何、逆ついてったら逆だったんじゃん。見てる見てる見てる。ああ、どこ。いなくなった。エイジーさ、ちゃんと見てる。何を。怖いやつ見てるよ。本当かよ。マーチの前にばかりマネキン来てんじゃないの。なことないよ。ねえ、どこ行ったの、マジで。なんかダイニングにさ、来たよ。そのまま進んでったら、あ、この辺のさ、ホールウェイの先のところ、なんで全然撮ってないの。うわールームキーって書いてない。書いてない。何キー。あ、ルームキーだ。あ、いた。あ、マーチいた。いるよ、もう。ここでいろいろやんなきゃいけないのよ。お前が一人でどこか行くから、あたいが一人でいろいろやったんじゃないか。このバカタレ。マーチはどこかに勝手に行ってるんでしょう。お前が勝手にどっか行ったんだよ。ここでタスクやるんだよ。はい、置いちゃった。いいから早く取れよ。3万ドル盗まなきゃいけないの。俺、取るボーターが出ないんだよ。出た。出るよ。ルームキーが行く、あるとこ行くから。ルームキー持ってる今。だからルームキー使うとこ行くから。もうお前マジなんでついてくるだけなの。いやいや、さっき、お前も先行けよ。先行ったら行ったらどこ行ったんだよって言うじゃん。どこ行こうとしてんの。ルームキーが必要な。服着てる。知ってる。うざーなんだよ。もううざい、もう。え、来た、あった。どこ、ね、どこ、うん、どこ。ねえ、もう。何。ねえ、ちょっと廊下の先だよ、お前。どこ行ってんの、マジで。廊下の先だよ、今。どこ、いねえじゃんよ。廊下の先のさ、部屋にいるよ、小部屋にいる。廊下の先だってから、廊下の先にいる。だ、もう反対側だよ、もっと先だよ、奥だよ。ねえ、おっと。お、うわっ。どっからどういった。さっきの部屋だよ。さっきの部屋にもいるよ。ミシンの部屋でしょ。ここが開いたんだよ、ほら。ここってどこよ。絵が。もうどこ見てんの、まで後ろ見ろって。もう開いてないよ、こっちは。うざい、うざい、もう。何。ねえ、ここが開いたんだって。ここってどこって。こう、絵だって。絵は開いてないじゃん。違う、ここにあるじゃん。どこ。ほら、絵は開いてない。違う、その絵じゃねえよ。後ろ見ろって、こっちにいんだろ。ここがあるじゃん。もうバカなこと言うの、マジでやめて。もう開いた。になってで、Go down to the basement and check the electrical panel って書いてあるから、それを見に行く。ねえ、これ血があるじゃん。ここで奥さんをさ、バラしたみたいな。え、どこに鍵があったの。もう取ったからないのかな。ストレージ機、これさ、暗いのちょっとさ、やりづらいよね。だからホラーゲームなんだよ。ヒューズを交換、あ、来た。で、ライトを回すって。あ、来た。お、明るくなった。明るくなった。うわあれ、なんか上に出口みたいのがある。これ行けばいいのかな、これ。あー、来たわ。やったー、生き残りました、人形の家。ハインド先あんま関係なかったのかな、ね、はい、というわけで今回はネイジーの出禁騒動について解決策をシェアしてみました。いかがだったでしょうか。皆様のおっしゃる通り、保護者コントロールからの年齢制限を確認したらうまくいきました。ありがとうございます。というわけで、ご迷惑をおかけしましたということで、今日は終わりたいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。